はい、こちら、かわいもんどです。リアルご指示をぶちかます。はい、ということで、今日も SSR セレスペンスの時間やってまいりました。こちら、SSR セレスペンス代表、かわいもんどです。全身知る体の検査会館館長でもあります。武道とご真相の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、総合ご診察ラクター講座オンラインですね。こちら今やっております。ぜひともですね、入会していただきたいと思います。ご真実の師範を目指す、インストラクターを目指すというものになっております。ライセンスもゲットできます。そしてですね、その中でも、ご真術講座、凶悪犯罪対応ご真術講座をですね、SSR セルドベンスが担当しております。ぜひともですね、こちらの方をですね、入会していただいて、体験していただきたいと思います。オンライン講習となっております。ぜひともですね、入会してください。よろしくお願いします。それからですね、こちら、リアルご真相をぶちかますまで、かわいいもんど、うちの娘のサインが入っております。これは、うちの娘が担当しました。私ですね、これね。はい。ぜひとも購入していただきたいと思います。私のサインも入れることができます。それからですね、こちら。怖いな、怖いな、うざいな、うざいな。稲川モンド T シャツになっております。こちらですね、かわいいモンドの祈願っていうね、いわゆるそのスピンオフですよ。SSR のね、こちらの方で公開しております。超常現象だとか怪談だとか、そういったものをですね、公開しておりますので、そちらの方ちょっと見ていただいたらわかるんですが、それのスピンオフの稲川モンドということで。これはですね、もう完全にもう、稲川さんですね。稲川さん私もレジェンドと思ってますので、私大好きです。はい。これはただの、フェイクですね。失礼します。かわいいモンドで、稲川モンドっていうのは、これはただ単に、稲川さんは、まあ、私尊敬してるからっていうことですね。失礼します。はい。まあ、それでしょ。はい。そしてですね、リアルご真相、ぶちかまわす、エスご真相、ぶっかわす DVD 出ております。その他ですね、ご真術 DVD だとか、運速 DVD だとか、機関術 DVD 各種出ております。ぜひともですね、購入していただきたいと思います。ダウンロードもできます。お願いします。それですね、詳細は説明欄に入ってますので、そちらから購入していただきたいと思います。それからですね、ドネーション、寄付の方も受け付けております。ぜひともですね、サポートしてください。よろしくお願いいたします。はい。そうです。今日のトピックなんですが、はい。ちょっといいでしょうかね。行きましょう。ですね、職務質問っていうものをちょっとね、前回も前々回かな。ちょっと最近ずっと言ってますよね。動画作ってますよね。で、この職務質問になった時に、まあ基本はグレーゾーンじゃないですか。男性だったらグレーゾーン、女性だったら私はホワイトに近いと思うんですけど、まあホワイト、どっちかというとホワイト。なんだけど、男性の場合の正当の理由って何とかってなるんだけど、まあ基本は誤診でっていうところをまあ言うわけですけど、身を守るためにっていうことを主張するんだけど、その時に私は一応準備しといた方がいいんじゃないですかっていうのがちょっとあって、それをですね、ちょっとね、言いたいと思います。はい。職務質問時の対応ってことでちょっと私書き出したんですけど、これはですね、すいません、ちょっと飛びますけど、ベアスプレーってあるじゃないですか。ベアスプレーってあります。熊よけスプレーってありますよね。それを、例えば持ってきますって、山に持ってきますって、私はまあ問題ないと思うんですけど、その時に、例えば職務質問になって、ちょっといろいろね、めんどくさくなったりするっていう状況、やっぱりあるかもしれないじゃないですか。その時に私だったら熊マップとかっていうのを事前に調べて熊が出るところはほとんどだし、岐阜だったらもうほぼ熊だらけみたいな状況になってるから、まあどんな季節においても熊が出るって非常に多いんですけど、例えば山に行きますってなったら熊マップっていうものをプリントアウトしてスマホとかだと見せづらいじゃないですか。見せづらいですよね。それからスマホ自体をどうとかっていうのはそこだと法的なことが出てくるでしょ。スマホの中を見るってなけど。なのでプリントアウトしたものを常に持っといて、で、クママップだとか、そういったものを用意しておく。あと、クマの危険性だとか、あと実際ね、起きた、クマが出没しているっていう、記事ですね。それがあるんですよ。クママップっていう、確かね、ブログだったと思うんですけど、岐阜県何月何日、何時何分、クマ出没とかっていうのが、わーっと出てるサイトがあります。私はそれを調べ上げて、例えば、どこどこ行きます、他県行きますってなった時に、まあ、クマが基本出るので、日本は、月のアグマが出ますよね。まあ、北海道とかだったらヒグマとか。出ますけど、実際に行くところのやつを調べて、それをプリントアウトしてこう言っていますっていうのをもう既成事実として作っておくんですね。で、それを、実際に、ベアスプレーを入れておく、まあ、ケースがあるんですけど、その中に一緒に入れておいて、かつベアスプレーを入れて、ちゃんとケースの中に入れて、あの、ベアスプレー自体はね、ホルスターみたいな。で、あの、まあ、ホルスターに入れますよね。それから、あの、実際ケースある。アダッシュケースだとか、まあ、ジェラルミンケースだとか、まあ、いろいろありますよ。そういったものに入れて、ロックをかけるっていう形ですね。で、あとはキャンプ用品だとかっていうのと一緒に入れておくとか、そういう方法があります。いいですか。ですので、そのプリントアウトして用意しておくっていうのは私は絶対いいと思います。例えばこれサイレンスプレーでも一緒だと思います。いいですか。で、ですね、まあ、これだと例えばプリントアウトするものとして、勝訴例ですかね。最高裁で勝訴例があるので、その時のプリントアウトできます。はい。できる状態になっております。裁判のやつが、裁判所のやつがあるんですよ。公開してるのがあるので、それをプリントアウトするっていうことですね。まず一つ。
で、それからですね、犯罪マップですね。犯罪マップ。実際に例えばこういった事件がありました。まあ、例えば岐阜だったら、ここのどこどこで地区でこういう事件がありましたとか、そういったところをやる。一番いいのは自分の住んでる地区だとか、今から向かっていく地区、もしくは通っていく地区で、何らかの事件が発生していると、そういったものをプリントアウトして、証拠として取っておくってことも重要ですよね。まあ、それがなければ岐阜だったら岐阜全体のマップとかを用意しておいて、こういったことがあってちょっと怖いから、もしくは事件例ですね。事件例。まあ、これだったら私この後になるんですけど、凶悪犯罪事件の記事、もしくは犯罪事件例です。実際こういったことがあったっていうのを全てプリントアウトして持っておくということですね。はい。それからですね、KSP さんの記事。KSP さんの記事っていうのは、KSP さんが出してらっしゃる。私も何回も言ったことあると思うんですけど、ちょっとリンク貼りますね。要は警察の方に、ご寝具の所持、携帯ですね。携帯の話を聞いて、半分だと、半分の人たちは、よくないですねっていう。でも半分の方たちは、いや、しょうがないですからねっていう。警察はしょうがないですからねってね。だからっていう、そこのとこですよね。ちょっとまた詳細は出しますので、それちょっと見ていただいたらわかると思います。はい。ちょっと重複しちゃうので、はい、いきます。それからですね、あと警察官の音声っていうのは、これ MS さんが、出してらっしゃるやつですね。それをですね、セーブしておいて出すっていうのもいいですね。はい。ちょっとご迷惑かかるかもしれないけど、でも言ってらっしゃることだから、オフィシャルで言ってらっしゃるってことですよね。公式の言っていらっしゃることだから、オフィシャルに。だからそれを実際に出すとかっていうのも私はいいと思いますね。取っといて。はい。音声ですね。はい。違反ではありませんっていうことですね。それからですね、あと自身の体験談がもしあれば、それもプリントアウトして持っておくってこともいいかもしれないですね。はい、要は正当性を主張するわけですよ。もちろん弁護士呼んでくださいね。弁護士呼んでそれと一緒にやる形ですかね。はい、なので、自身にもし体験談があって、トラウマ等があれば、そういったことも公開していくから、まあ、プリントアウトして書き留めておいても全然いいと思いますね。こういったことがあったので。だって、口で話すと、一からまた始まるんでしょう。一から言い始めなきゃいけないでしょう。むちゃくちゃ時間かかるんですよね。だったら、プリントアウトしといた方がいいと思います。音声で撮っとくっていうのはちょっと変な話だから、やっぱり自分で打っといてこういったことがありましたっていう。打っといて、こういった犯罪事件に私巻き込まれてとか、ちょっとトラウマになっててとかっていうことも私はいいと思います。はい。ということですね。なので、ここですよね。だから疑いのみでは逮捕できないっていうことですね。うん。なので、ちょっといいですかっていう話は任意で、話はちょっといいですかっていうのはあるかもしれないけど、疑いだけではできないから、そこのとこですよね。はい。それからですね、あと正当な理由っていうものをしっかりと持っておくことが重要ですね。はい。これはまあ言ってらっしゃいましたよね。取材とかでも言ってらっしゃいましたよね。はい。正当な理由をしっかりと持たなければいけないということですね。で、あとは、なるべく小型のものであるってことだから、私が言ってたのは、水鉄砲タイプのような小型のものだと、一番隠匿ができるし、一番バレにくいっていうのがあるんですね、これは。かなりちっちゃいってのもあるし。で、あとは小型であるがゆえに、法的な部分も割とクリアしやすいと思うんですよ。超小型です。超小型ですね。小型って言うと、超小型もあります。ただ水鉄砲型なので、距離飛ばないので、相手に対して果たしてどれぐらい効くのかっていうのも、ちょっと問題だし、刃物を持った人間を襲ってきた時には、やはりパターンで飛ぶ。30センチの円、パターン、4.5 ぐらい飛ぶぐらいのポリスマグナムの F605 っていう、小型なんだけど、そこまで小型ではない。わかりますよね。だけど、4オンスだとか5オンスだとか、その辺ぐらいのレベルになってくると、かなり大きくなってくるので、そうすると、ギリのところを行ったとして、やっぱり F605 の2オンスかなっていう形になります。小型行きたいんだけど、小型行きすぎると今度効果がないし、危険だから、自分の命が。だけど、大型行くと法的にもいろいろめんどくさくなってきたりするっていうことだから、小型のところっていうことで私は公開しております。はい。ということですね。こういったものをですね、プリントアウトしておいて、事前に、で、だから私持ってるんですよっていうところに結びつけるっていうことは非常に重要だと思います。いいですか？これ悪用はダメです。いいですか？悪用は絶対ダメですよ。これだから重要なことですよ。私はそもそも悪用してたら警察の方とか気づくはずだから、ちゃんと本当にそうなんですっていう気持ちだったらわかりますので、ね、向こうの方もね。はい。だからここ重要ですよね。なぜじゃあ護身具を使うんですかっていうことになった時に、ここなんですよ。逃げられなかった場合じゃあどうするんですかっていう、その答え。私が前言いましたよね。逃げられなかった時じゃあどうしますって警察の方が言う。私逃げられなかったらどうするんですかって。例えば足とかに問題があるんだったら、その方がね、私足が悪いんですけど逃げられなかったらじゃあどうすればいいんですかって。ね。身の回りの使い、物使ったってそんなの簡単にできるわけないじゃないですかって言えばいいです。ね。対実は絶対無理ですよ。じゃあこういうものに頼らざるを得ないじゃないですかって言えばいいです。いいですか。だから逃げられなかった時どうするんですか。
ね。で、あとは、警察に通報してくださいってお話がありましたけど、そもそも警察に通報する、時間なんかないわけでしょう。ないわけで、襲ってくるときにはもうないんですよ、ほぼ。そういうもんなんです、凶悪犯罪ってのは。だから、警察のレスポンスタイム自体が7分間しかありませんよねって。まあ、これもプリントアウトしといていいです。警察のレスポンスタイムは7分間しかないので、7分間かかるので、レスポンスタイム、平均が、全国平均が。例えば、凶悪犯罪に襲われたときに、それを結局、なんていうかな、警察が来る前にやられてしまうんではないかというところですね。根本的なところは。だから私は命を守るために私はそういった意味合いから持ってましたというところまで、やはり説明ができるかどうかですね。なので、説明するのって非常に難しいじゃないですか。頭にここに入ってないとダメだから、そもそも。私みたいに入ってればいいですけど、入ってないですよね。だから、プリントアウトしといて、これを。警察レスポンスタイム7分ですよね。襲われた時って、私はじゃあどうしたらいいですかって。逃げられなかったらどうするんですか。そういうところですよ。それを弁護士の方と実際に、協議をして、自殺を出していくって形ですかね。はい。はい。ここですね。身の回り品を使えというか、技術がない。っていうか、これもなかなか難しいことですよ。身の回り品を使えっていうのは簡単だけど、そもそも手足の延長でしかないから、難しいですよね。じゃあどうなるかって、護身具使うしかないじゃん。でも護身具って言っても、法的な割合があるから、小型のものにする。で、非殺傷のものにするってことですよね。はい。そうです。そういうことですね。まあ、その他、弁護証券かな。この前ね、コメントでも言ってらっしゃった方見えましたけど、弁護証券に入ってますよ、っていうことなので、いろんなところを使って弁護士を雇うっていうことも大事だと思います。はい。で、あとプリントアウトしておいて、で、ちゃんと協力するんですよ。職質問であっただけちゃんと協力して、あ、こうだからこうだからこうなんですよ。だから持ってるんですよ。っていうことですよ。一回も使ったことないですよ。ってじゃあチェックしてください。そこまでやるってことが重要かなと私は思います。はい、いかがでしょうか。ね、まあいろんな話がありましたから、私もちょっとね、いろいろこれは実際に、受講者の方とかね、こういった話とかしたりはするんですけど、今回ちょっと初公開的なものになりますかね。はい、ということなんですね。はい、まあその他ですね、私まあ他にも DVD とか出してますので、サイレスプレイ講座だけじゃなくて、陰徳護身術 DVD だとかっていうのも出してるので、そちらの方をですね、ちょっとチェックしていただくと、いろいろとちょっとわかることがあると思います。はい、ということですね。はい、それではですね、今日はこれで終了したいと思います。皆様、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひともですね、登録の方をしていただきたいと思います。それからですね、高評価も、いいね、押してください。よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。リアル護身術。ぶちかます。